ただいまー。あーもう今日も一日疲れた。勉強もしんどいな。試験近いけどやる気ねえわ。何のためやってるんやろ。ま、とりあえず YouTube 見るか。あ、花伝の動画上がってる。変えたー。受験生、受験生、俺はな、さっきこの真冬の海に首まで浸かってきた。でもそこに後悔はねえ。俺は人々を笑顔にするのが仕事だから。でもお前らは自分の未来を笑顔にするために今苦しんでんだよ。だからそれは絶対後悔ない。お前らしっかりあったかい格好しておしゃれはしていくな。体に一番いい格好していけ。それで受験会場に行くんだ。俺が一番苦しいってプライド持ってるか。俺が一番努力したってプライド持ってるか。お前それでどうやっていけよ。周りのやつだなんてカボチャなんだよ。どうやってもっと怒っていけ。お前らお前は裸子植物になるね。お前ら排出がなく脂肪がむき出し。逆逆おお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 だが俺はあのクイズで圧倒的な正解率、特に知識面で叩き出した。それはあの時勉強してからだ。夜中の時期何役立つかわからない。しっかりと今勉強しとけしとけ。受験生、俺は海の中でもう両手ホワイトボードで紙を持ちながら暗算で確率の問題計算したぞ。お前らにそれができるか。それができるようになったらセンター試験も満点取れるぞ。今熱交換してます。熱を急熱反応してます。はい、お前、お前早く早く鉄のエネルギー断熱変化。受験生、受験生見えるか、この輪立ちが。先人が掘ってくれたこの雪の輪立ち、これを今俺たちが歩けるから前に進める。つまり過去問がどんだけ大事かっていうこっちゃ。過去問がない大学は絶対に受けるな。何これ、もう平面上、え、双曲線してる。ちょっと待って、N 校の伏線分かるもん。何やねんこれ、もう N やねん、もう、うわってなったらお前ら分かるやろ。分かるで。分かるけど、でも、ワメイジでも前進まへんねん。前に進まそうと思ったらやっぱり自分自身にここまでやってきたことに自信を持つ。もうそれがもう全て。積み上げてきたノートの厚みが、うん、お前の努力そのもの。そう、そして合格への道なんや。その厚みが、そう、厚みが太いほど合格への道幅は太い。君たちがやってきた努力っていうものが全て実を結ぶ瞬間ってのが明日やな。できひん問題は落として、できる問題を絶対落とすな。頭抱えんでええ問題でいかにケアレスミスしないかやぜ。ほんま、違うか、東京大学とかでも小数点第2位とか3位まで点数が出るんや、うん、じゃあ 0.2 点とかで落ちる人がいるわけや。毎年せやな。なんで落ちるか、ケアレスミスしちゃったからなんや。そう、最後はそれがないだけで合格不合格が変わる。新さんをなめる、やめとけよ。お前らなめるんやったらせめてアルカリ性にしとけ。朝起きた瞬間から勝負はもう始まってる。1分1秒も無駄にすんな。未来は変えられるけど過ぎ去った1分1秒はもう帰ってこない。受験がなんでこんなに難しいかわかるか。それは今この瞬間にしか価値がねえからだ。1年後に後悔してももう遅い。今の1分1秒がどんだけ貴重か後になって後悔する。だから気づけ、今この瞬間に絶対に1分1秒を大事にしなさい。じゃあね。受験生、受かろうとするな。そこやな。まず欲を出すな。受験生、受かろうとすればするほどあれ地獄に落ちていく。軽い気持ちでうまい棒を買うような気持ちで行きなさい。今ここ標高が1400のとこにいるんですけど、平地の時には気づかなかった富士山の良さってのがあるんですよ。普段生きてたら気づかへんことに意外とありがたみを感じる瞬間ってのがあって、
ここまで登ってよかったな、やってよかったなって。今お前そこでこたつ食ってみかん食ってるだけの受験生それでええんか？最後の山登らんでええんか？その先の景色見たくないんか？変化があるんや、やっぱその登ってみると。その変化っていうのがお前わかるか、ラザール？いや、わからんねん。センター川くん頑張れば42点以上取ればいいよって言葉があなたが42点だから。そう、勝つためには負けを知らないといけない。後ろおじいちゃん来てるけど、だからラザさんが42点取ったのも、うん、敗北を知ったから最後勝った、そういうことやな。違いますか？お前ら仲悪い。つまりチャレンジしたものじゃないと勝利はつかめない。当たり前ですけど、3年間積み上げて敗北を知って今がある。なあマサラ、お前どう？受かってんのに神戸大学蹴った気持ちは？マサラさんは挑戦を打ち切って神戸大学受かってたのになぜか蹴った。だからできるのに不完全燃焼しちゃ うてかね、安易なかったらあかん。そう、これはこれで後悔しちゃうのよね。そう、うん、やっぱマサラさんは自分に嘘ついちゃった。そうそうそう、その後悔は消えない。それはね、そうだ、そんなお気に入ったらあかんでって。1回しかないからね、人生。そう、受験。攻めない勇気、これはこれで別にいいんですけど、はいはい、問題は自分が納得するかどうかだよ。嘘をつくな、自分にまっすぐな気持ちで自分を見つめろ。それができればきっとこの景色がすごく美しく見える。そして生を実感する。人生ってなんで素晴らしいんだと。ね、ほら見てごらん、あの子供も。みんな二足歩行で頑張ってるんです。自立して独立しようとして羽ばたいていこうとしてる。受験っていうのはある意味俺は鳥かごから羽ばたく瞬間だと思います。ちっちゃな子供が親の手を離れて巣立っていく。そう、人生はほんまにこっからなんや。鳥かごを出てからが本番。その後どんだけどこまで飛べていくかは彼の自分次第なんや。もう受験なんてもう関係ないんや。関係ないんや、受験生親やのに。大学入試って初めて結構落ちる人が多い試験な気がするけど。確かにな。って考えると初めてその挫折を経験する人もいると思う。確かに落ちてる人の中には、でも社会の大体の波より受験が一番しんどい。最初が最初だから、そこにメンタル出来上がってない状態で、うん、だからそこを乗り越えられたら、こっから先君にはね素晴らしい人生が待ち構えているであろう。でも受験生はほんまにすごいと俺は思ってます。やっぱ波の大人じゃ絶対できひんことをやってる。ほんまそう。大人はね、みんな勉強しろ勉強しろと言うかもしれませんけど、俺ら無理やから。もうそれ狂ったように勉強してた。そう、君たちは思うけど相当すごいことやってると思います。あれすごい、本当に君たちはね素晴らしい卵なんだ。君たちはアスリートだ。もう松岡修造ね。いやでもほんまそれぐらいの気持ちよね。筋トレかな俺の中では。受験勉強は社会に出た時のね、基礎と、ね、基礎体力をつけるっていう意味も。そもそも例えば野球やる人が筋トレやらないんですかって、やります。サッカーやってる人やります。アスリート全員やりますっていう基礎、基礎や。そんなものをつけてるって考えると、君たちは今人生の基礎体力をつけてるということで、どの種目をやれるかっていう選択肢を決めてるんですよ今、うん、めちゃくちゃ体力があればどんな種目でも選びたい放題。そう、ね、お前は双眼鏡って知っとるか。あれは覗くと物がミクロに見えてしまう。それは俺は良くないと思う。みんなは机にね、机にかじりついて視野が狭くなってると思うよね。なるほどね。気づかぬ間に双眼鏡を覗いてる状態なんですよ。なるほどなるほど。もっと上から見よう。 iPhone の広角 0.5 倍ぐらいで見て。もっと世の中は広いんだから。どういうメッセージなのこれ。思い詰めないでほしいっていうことや俺は、ね、言いたいのは。浪人してる してて今回受験する子たちね、なんか1年遅れて後ろめたい気持ちとかもしあったらな、全然いらんで。そんなむしろプラ1年の経験が変えたと思って受験会場に足突っ込んでこい。本当に俺は1年お前らより頑張ってきたんだ。いやそんなもん、まあ、そう、そう、そう思って受けに行くんよ。絶大なる自信やな。そこ絶大なる自信。お前ら1年やったのに、その最近部活を引退したような高校3年生に俺が負けるわけないぐらいの気持ちで。そう、負けるわけない。逆にお金とかの問題で、あんまり不本意な大学に来てしまった人たち、本当はもっといいとこ行きたかった。やっぱ実際現実的に厳しいっていう人はいるわけ。なるほどね。やれる限りのことやるしかないな、その人が。大学院でさ、大体俺もそうだったけどさ、院で変えるとか
社会人になってから学部で出て、はいはい、でいいんで社会人何年かやってから行ってる人とかもいるし、やり方はいろいろある気はする。結局なそっからまた分岐していくから人生全てはそれもうプロセスに過ぎひんからな。せやで。それまあでも受験生な、目の前の試験のことしか多分見えてないやん現状。そうね。やけど結果みんな幸せになるっていうのあるよマジで。まあそうやな、はい、そうあってほしい。ラザールさんだって1年目大失敗してるけど結果今幸せでしょ。いやもう全然耐えてるよね。そう耐えてるよな。いや耐えてるって大事。やってきたことを信じて頑張ってください受験生。なんやかんやなんやかんや耐える。よしもうちょっとだけ勉強頑張るか。